この動画では脳室瞳孔網膜下空の正常変異について解説をしていきます。こちらの症例は両側の側脳室脈絡層が拡散強調画像で高信号になっている症例です。こういった症例に出くわした場合、拡散強調画像が高信号ということで非常にインパクトがありますが、外来の患者さんの場合この方を介していいのか、もしくは一体これは何なのか悩むことがあるかもしれません。こちらは後で説明する正常変異の症例なんですが、後輩にこれは何ですかと聞かれた際に、これは何々で病的意義はありませんとスマートに答えられるといいと思います。今回はそういった状態を目指して脳室瞳孔網膜下空の正常変異の知識を深めることをテーマにお話していきたいと思います。キーワードについてはこちらのキーワードについて扱っていきますので、このようなキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきます。78歳女性のスクリーニング検査で拡散強調画像で側脳室脈絡層に高信号なものがあります。 ADC 値は低下しているようで、T2 強調画像、T1 強調画像ではほとんどの脊髄液と同じ信号強度ですけれども、フレアでは脳脊髄液よりも高信号で、どちらかというと脳実質に近い信号のように見えます。こちらは脈絡層脳胞もしくは脈絡層黄色肉下腫と診断される正常変異です。脈絡層脳胞は脈絡層内の神経上皮脳胞で、冒険での頻度が 50% 以上に見られる非常によく見る正常変異です。脈絡層黄色肉下腫は名前の通り脈絡層の黄色肉下腫性変性で、一般的な加齢性変化となります。冒険での頻度は数パーセントで、この黄色肉下腫性変性の過程で内部に脂肪、出血、グリコーゲンなどが様々な割合で混ざるため、 T1 強調画像、T2 強調画像で様々な信号変化をきたします。高信号の時もあれば低信号の時もあります。画像診断では一般的に脳脊髄液の同等の信号では脈絡層脳胞、異なった場合には脈絡層黄色肉下腫と診断されますが、時に鑑別が難しい場合もあります。しかし両方とも一般的には放置のため、臨床的に鑑別する必要はありません。高頻度に拡散強調画像でこのように高信号となり、インパクトがある症例に出くわす場合もありますけれども、通常は病的意義はなく全く緊急性はないとされています。続いての症例は2歳女性の頭位拡大性差で見つかった正常変異です。 T2 強調画像で門楼孔よりも前方に脳脊髄液を仕切る仕切りが2本あるように見えます。この仕切りは側脳室体部の断面では前方から後方にかけて進展しています。こちらは前方部分が透明中隔、後ろ側がベルガ空と診断される正常変異です。透明中隔空は発生の過程で2層ある透明中隔が融合せず残存する正常変異です。門楼孔よりも前方にある場合を透明中隔空と言います。ベルガ空は透明中隔が後ろ側に進展したもので、門楼孔よりも後ろ側にある場合をベルガ空と診断します。解剖的には脳梁よりも下側にあり、脳球の上側に位置する特徴があります。本質的には透明中隔空が後方に延長したものであり、通常は透明中隔空がない場合にはベルガ空も存在しないとされています。両者とも胎児の段階ではほぼ前例認められますけれども、3から6ヶ月までに80から 85% が消失、成人での頻度は15から 20% と言われています。両者とも病的意義はありません。続いての症例は12歳女性の無熱性痙攣精査の際に偶発的に見つかった正常変異です。 T2 強調画像の3方向を示しますが、横断像では脳梁膨大部の前側にこのようなおむすび型の脳脊髄液が入ったスペースが見受けられます。冠状段では両側の視床の間に存在し、脳球は外側に圧迫されてしまっています。視床段では脳梁の下側、第三脳室や消化体の上側にこのスペースが存在するようです。こちらは中間腹腔と診断される正常変異となります。中間腹腔は名前の通り中間腹腔と言われるスペースが拡張し、上前方に進展したものを言います。ここで中間腹腔もしくは中間補層と言われるスペースですけれども、子宮体層から連続し脳梁の下方、第三脳室上壁に沿って前方に伸びる三角形の扁平なスペースを言います。子宮体層や第三脳室の解剖については別動画で詳しく解説していますので、概要欄にリンクを貼らせていただきます。この中間腹腔を見るときのポイントですけれども、こちらの T1 強調画像の視床段で見たような、この黄色の矢印で示すこの脳球
よりも下側に位置するというのがポイントです。脳球の下方、第三脳室や消化体の上方に位置する特徴があります。また横断像でも非常に分かりやすい形態で、脳腰膀大部の前側にこのようなお結び型の形状で見られるのが特徴的です。透明中隔が存在せず、先ほど説明したように脳球に対して低い位置にあるということがベルガクートの鑑別点となります。病的意義はありません。続いての症例です。続いては2症例まとめて表示しますけれども、左側は60歳男性の症例で、側脳室の前隔部分のところに隔壁用の構造が見受けられ、ここの部分だけ分離しているように見えます。右の症例は生後4日の症例で、側脳室の広角部分に同様に隔壁構造が見受けられます。こちらは前隔融合、こちらは広角分離と診断される正常変異です。前隔融合は側脳室前隔の向かい合う壁が融合した状態で、それが側脳室広角に起きた場合を広角分離と言います。広角分離は側脳室広角に別の部屋ができているため、別名副後頭室とも言います。これらの正常変異は両者とも病的意義はありませんが、脳室内の脳包性疾患と鑑別が必要になる場合があり、脳室全体の形態の異常はない。いずれの撮像でも脳脊髄液と同じ信号というのが、こちらの正常変異を診断する重要なポイントとなります。続いての症例は82歳男性の症例で、小脳の後ろ側で頭蓋骨に向けて突出する脳包状の構造物が多数見受けられ、フリアで信号が抑制されているため、内部は脳脊髄液と同等の信号のようです。こちらはくも膜下瘤と診断される正常変異の症例です。くも膜下瘤、アラクノイドグラニュレーションは、脳脊髄液の循環での、このくも膜下腔から静脈への出口に対応する構造物で、静脈系へ移行する際のフィルターの役割を果たしている構造物です。別名パッキオニアンボディ、パッキオニ小体などと言われます。こちらは加齢とともに増大する特徴があり、その際に画像所見として現れることがあります。画像所見としては静脈洞周囲のキノコ状の脳包性変化が特徴的で、硬膜静脈洞内に突出する形質を反映しているものと思われます。また頭蓋骨の内板は緩応する特徴があり、内部は脳脊髄液と同等の信号強度、造影効果が乏しいとされています。病的意義はありません。こちらの症例は11歳女性の主流性病変との鑑別を要したくも膜下瘤の症例です。指数といわれる 3D グラジエント抵抗法シーケンスを用いたヘビリー T2 強調画像では、上視上静脈洞内に高信号の分葉状の主流のような病変が見受けられます。 T2 強調画像では高信号、フレアでは内部が抑制されているようです。こちらは上視上静脈洞内の主流との鑑別が必要だったため造影検査が行われ、造影後の T1 強調画像視上段では上視上静脈洞は造影されていますが、内部は一切造影されていません。つまりこちらは上視上静脈洞内のくも膜下瘤の内部にある脳脊髄液を反映しているものと思われ、巨大なくも膜下瘤、つまり正常変異と診断された症例でした。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳室とくも膜下腔の正常変異について見ていきました。側脳室脈絡層の拡散強調画像で高信号の構造物があった場合には、脈絡層脳胞もしくは脈絡層黄色肉下腫、2層ある透明中隔が残存している場合は、門楼孔よりも前側が透明中隔、門楼孔よりも後ろ側がベルガ腔、脳瘤膀大部の前側にあるお結び状の構造物は中間北、側脳室前隔に仕切りができた場合は前隔融合、側脳室広角に仕切りができた場合は広角分離、硬膜静脈洞内に突出する T2 強調画像でキノコ状の構造物が見えた場合はくも膜下瘤を疑います。以上が今回扱った正常変異ですけれども、こういった正常変異に関しては症例で出会うたびに、これは何だと好奇心を持って一つ一つ調べ、知識を深めていくことが重要だと考えます。以上が今回の動画のまとめとなります。スライド作成にあたり参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。